プレソーラー粒子、またはプレソーラーグレインとは太陽が形成される前の時代に形成された小さな固体粒子状の生還物質のこと。太陽が生まれる以前にあった恒星から流出し、冷却されたガスの中で形成された。太陽系形成以前の恒星で起きた恒星内元素合成は太陽系や天の川銀河平均とは異なる、その親帽子に固有の同位体組成を それぞれの粒子に与える。これらの同位体組成は、親星の中で起こった非常に得意な天体物理学的な核過程を示すものであり、親星の起源を証明する。スターダストを搭載して、打ち上げを待つボーイングデルタ2ロケット。スターダストは2004年1月に、ビルト第2彗星と近接遭遇し、太陽系外の星間粒子を含む、星間人も収集した。 1960年代、主限的隕石の中の気ガスのネオンとキセノンが異常な同位体比を持っていることが発見されたが、その起源やそれらを含む物質の種類は謎のままであった。これらは質量分析系内で隕石のバルクサンプルを気化させ、含有物として閉じ込められたごく少量の気ガスの同位体の相対的な存在量をカウントすることによって発見された。 1970年代には同様の実験により閉じ込められたキセノンの同位体の成分がより多く発見された。キセノン同位体成分の起源についての仮説が争われたものの、その全てが初期の金質な原子太陽系ガス雲の中でのプロセスによって生成されたものであるという既存のパラダイムの範囲内で作られた。1970年代にドナルド・ディー・クレイトンが 太陽系は一様な高温ガスから始まったという隕石学者の間で一般的に指示されていた考え方を否定したことで解釈のための新たな理論的枠組みが生まれた。彼は様々なタイプの星からの質量放出される間に熱的に凝縮した星間粒子の中には風変わりだが予測可能な同位体組成が見られるであろうと予測した。彼はこのような星間粒子は 生肝物質全体に存在していると主張した。このアイデアを初めて用いた1975年のクレートンの論文は消滅放射性核種とみなされていたネオンとキセノンの放射性同位体が豊富な超新星粒子が含まれた生肝物質を描いたものであった。クレートンは発見される可能性のあるプレソーラー粒子の種類をいくつか定義した。赤色巨星からの生肝人。 超新星からの酸をンズ、冷たい星雲分のガス状の原子や分子の硬着による、星雲分凝縮からのネブコンズ及び新星凝縮から、ノーベイコンスなどである。この病像の活発で継続的な進展にもかかわらず、クレートンの提案は、隕石の中に、そのような粒子が発見されるまでの10年間、他の研究者から支持されなかった。隕石の中に、 生肝人が存在することを明らかにした最初の研究はシカゴのエドワード・アンデルスの研究室で行われた。彼は従来の質量分析法を用いて隕石のバルクが酸に溶解した後に残った酸不溶性の炭素質残留物に含まれるキセノンドイ体の量が赤色巨星由来の生肝人のキセノンドイ体の予測値とほぼ正確に一致することを発見した。 その結果、アンダースの産婦要性残留物の中に星間人の粒子が含まれていることは間違いないと考えられた。実際の星間人の粒子を見つけ出して記録することは、その粒子を見つけ、その同位体が赤色虚星の中のものと一致していることを示すことを必要とするより困難な課題であった。その後、これらのキセノン単体の個々の粒子を分離するため、 10年間にわたる激しい実験的調査が行われた。しかし、生肝人を発見するために本当に必要だったのは、一つの粒子内のより少ない原子を測定できる新しいタイプの質量分析系であった。スパッタリングイオンプローブは、そのような装置を実証するために、いくつかの研究室で追求されてきた。しかし、当時のイオンプローブは、 技術的にはるかに優れたものでなければならなかった。1987年にはダイヤモンド粒子と炭化系素粒子が同じ素不要性残留物に豊富に存在し、高濃度の気ガスを含んでいることが判明した。さらに、二次、イオン質量分析法の改善により、これらの粒子の化学構造の中に含まれる重要な同位体異常が測定された。改良された。 シムズ実験の結果、核単化系素粒子の系素同位体比は、太陽の同位体比ではなく、ある種の赤色虚勢で予想される同位体比であることが明らかとなった。このことから、生肝人の発見は1987年に遡ることとなる。微細な生肝人の粒子に含まれる系素などの構造元素の同位体比を測定するには、次の二つの困難な技術的、 科学的ステップが必要であった。1ミクロンサイズの生肝人粒子を隕石の圧倒的な質量の中から見つけることに、ミクロンサイズの生肝人粒子の同位対比を測定するために十分なレベルのシムズ技術を開発すること。エルンスとツィナーは微子的な粒子へのシムズ応用の第一人者となり、歴史的な称賛を得た。年月、年に、 オーストラリアで発見されたマーチソン隕石の分析の結果、地球誕生の46億年前よりも古い50から70億年前に生肝人が形成されたことが明らかとなり、この隕石とその生肝人は地球上でこれまでに発見された最も古い個体物質となった。プレソーラー粒子は太陽が形成される前の星間ガスに含まれていた固体物質である。 生肝人の成分は、その異常な同位体比から実験室で識別でき、原始太陽系成分の崩壊とそれに続く、微惑星の形成を生き延びた、軟気発生物質で構成されている。隕石の研究者の間では、プレソーラー粒子という用語は隕石に含まれる、プレソーラー粒子のことを指すようになった。他の多くの種類の宇宙人は、隕石からは検出されていない。 プレソーラー星間人粒子は隕石に含まれる粒子状物質の喪失量の約0.1%を占めるに過ぎない。このような粒子は原子コンドライトのような隕石の微細な石器に含まれる同位体組成的に区別される物質である。隕石との同位体比の違いから太陽系に先んじて作られたと考えられている。 これらのクラスターの結晶化とは、マイクロメートルサイズの単化系素結晶からナノメートルサイズのダイヤモンド、さらに100原子未満の非相乗グラフェン結晶まで様々である。軟気発生粒子は、超新星や赤色巨星のゆっくりと冷却された膨張ガスの中で熱的に凝縮することで鉱物構造をなすに至った。プレソーラー粒子は、操作型、または 透過型電子顕微鏡、質量分析法、二次、イオン質量分析を使用して調査される。ダイヤモンドからなるプレソーラー粒子のサイズは数ナノメートルしかないため、ナノダイヤモンドと呼ばれる。ナノダイヤモンドはサイズが小さいため、調査が難しく、最初に発見されたプレソーラー粒子の一つでありながら、ほとんど知られていない。他のプレソーラー粒子の典型的なサイズは、 マイクロメートルの範囲である。これまでに次の鉱物で構成されるプレソーラー粒子が確認されている。プレソーラー粒子の研究は元素合成と構成の進化についての情報を提供する。R 過程よびアルファ反応タイプの元素合成の同位体特性を持つ粒子は超新星爆発モデルの検証に有用である。例えば一部のプレソーラー粒子には カルシウム44が含まれているが、これは通常はカルシウムの存在量の2%程度しか含まれていない安定度遺体である。いくつかのプレソーラー粒子中のカルシウムは主にカルシウム44で構成されており、これはおそらく超新星爆発前にケイ素28によって4個のアルファ粒子が急速に捕獲された後に、 SN1987A のような通型、超新星爆発で大量に生成された消滅放射性核種チタン44の残骸であろう。ただし、チタン44の半減期は59年しかないため、すぐに完全にカルシウムマイナス44に変換されてしまう。また、寿命は長いが、消滅各種であるカルシウム41と、 アルミニウム26の崩壊生成ものも過剰に検出されている。これらの粒子の R 過程の同位体以上には、窒素14及び酸素18の太陽系内での相対的な過剰と、中性子に富む安定核シカルシウム42とチタン49の過剰も含まれる。その他のプレソーラー粒子は、銀河系の中で鉄よりも軽い難規発性元素の 大部分を製造した全金巨星分子の同位体組成と物理的情報をもたらす。これらの粒子に含まれる元素は初期の天の川銀河において異なる時期で作られたため集められた粒子のセットは太陽系形成以前の銀河の形成と進化についての洞察をさらに深めることができる。粒子の元素の元素合成に関する情報を提供することに加えて固体粒子は それらが凝縮した物理科学的条件およびそれらの形成後のイベントに関する情報を提供する。例えば、天の川銀河の炭素の多くを生成している赤色巨星について考えてみる。赤色巨星の大気は凝縮プロセスが行われるのに十分に冷たく、その結果、固体粒子が大気に積出する。これは、高温で原子がより複雑な分子を形成するのに、 適していない太陽の大気とは異なる。これらの個体の断片は放射圧によって生漢物質に注入される。従って、高性内元素合成の特徴を持つ粒子は、赤色巨星の大気における凝縮過程、生漢物質の放射及び加熱過程、及び私たちを作っている元素を銀河を横断して太陽系に運んできた粒子の種類についての情報を提供する。 ありがとうございます。